本林先生、ゆきちゃんは明けましておめでとうございますはい、どうもはい、今年も頑張りますのでよろしくお願いいたしました本林先生ははい帰ってきましたそうですねお帰りなさいまし、今回どちらへ毎年恒例ですからラスベガスに行ってきましてインターナショナル CES を見てきてだいぶぐったりみたいな感じですかねいや、今回はあのこちらを特集してそ行きたいと思いますのでニュース行ってきました行きたいと思いますはい ボリン高い機能、検体しようぜ。ニュース行ってきましたです、えー。さて今回はニュース行ってきましたということで、2015インターナショナル CES について特集したいと思います。ははい、三、はい、つに分けて。 カテゴリー、ねね、進めていきえっ、ー、とインターナション、C、CS、はい、まああのアメリカのラスベガスで1月の6日から9日まで<ん>まあ実際僕らはもうちょっとその前の日にプレスデーとかあるので<ー>もう数日早く入るんですけども、はい、まあ言ってしまうとお正月はまあ三、まあ、が日ぐ 終わるか終わらないか、これでもうする、みんな行っちゃう、ね、みたいな感じなんですけど。はい、これ、あの、まあ、毎年やってますけども、うん、コンシューマーエレクトロニクスショーなので。うん、コンシューマー家電の、まあ、展示会ということになります、はい。このコンシューマー家電。これはどういうジャンル。コンシューマーっつうのは、まあ、簡単に言うと。はい、要するに、一般消費者。一般消費者。要するに、まあ我々、われわれは、ビジネスとか、そういうのではない、うん、その要するに。 会社が使うものとかそうではないビジネス用品とかではなくてあくまでも一般の消費者が買って使うものの商品のジャンルなので家電品っていうこになりますね普通のね冷蔵庫とか洗濯ター機器とかテレビとかオーディオとかオオーディありまとカメラデジタルカメラパソコンスマートフォンももちろんあると近年はやっぱりその何 え自動車も実は一部コンシューマー家電の一部まああれも電気自動車電気自動車だけじゃないんだけど車の中にオーディオとかいろんなものがあるでしょああいうものも全部やっぱコンシューマー家電なのでこのコンシューマーや人の指標は1月6日9日なんですがそこでえと例えば 自動車に関連する、えっと、技術を例えば発表して、うん、その後実は1月の半ばにあのデトロイトでモーターショーがあるのでアメリカのデトロイトのモーターショーの方で今度本物の車を見せますみたいなこともあります。ななるほど,なるほどだから実は出店してるとこにはトヨタとか、はい、アウディとかメルセデスとかそういうとこも出店してたりするのでちょっと普通のいわゆる日本のんのでしょういわゆるその電気な展示会とはちょっと雰囲気が違う。ただに限って言うと、はい 他の展示会に比べるとちょっとやっぱ IT 職が強い。 これはアメリカだっつうのもあるんですけどもコンピューター色がちょっと強いと。で一般的にモバイル業界的に言うと3月の MWC モバイルワールドコングレスと9月の IFAEFA ですねこの3つが大体非常に大きい展示会でここで新しい商品が大体出てくることが多いと。でスマートフォンは毎年大体このタイミングでまあ年によって違うんだけどもまあ新しいものが出てくると例えば去年だとエクスペリ a の Z1 をベースにしたアメリカの 向けの Z1S ってモデルが出たりとか、うん、あとギャラクシータブプロというのが出たりとか昨年ねそうですね、うん、で今年は2015年はたくさんの新製品は発表されたんでしょうか、はいえー、残念ながらですね今回はスマートフォンの新製品というのはもうごくわずか、うん、ごくわずかあら、はい、ちょっと理由は後で説明しますけども、えええっと、ただまあそうはいつもモバイルが関わるものモバイルとして気になるものは たくさんあったので、はい、そこはそこでまたちょっと別途お話ししますけれども、はい、ま,まずあの先にあのいわゆるその発表されたものの中で、<え>まあちょっと関わりが近そうなもの<え>もしくは発表されたものをざっとちょっとご紹介しますけれども、はい、多分今回発表された中で本当にその新しいもので、えっとまあみんながああと思えるもののうちの一つが LG さん、うん、LG エレクトリックスの、はい、G フレックス2っていうモデルが発表になりました。ーはい、従来の G フレックスの、えー、後継モデルになりますが、5.5、うん もう一度フル HD 対応の UKEL を搭載してやっぱり例によってこう少しカーブしている。 デザインで、うん、背面のパネルがですね、あのー、車のよく塗装の中であの小さい傷がついた時にこう自動修復するっていうあの、はい、スクラッチシードみたいなのありますけど、まあ、あれと似たような塗装をしていて傷がつきにくくなって、うん、従来モデルとこう並べてこうゴシゴシこすってほら傷つかないでしょみたいなデモもやしたりするので、うん、まあこれはなかなかきれいに使うものとしてはありなのかなというのでこういうのいやってましたね前のモデルは au から出たじゃないですか。はは、うん、はいはい、はい これはどううでしょうね今のところ何も決まってないようです。というか、えー、と今の何も今,今回は一切言及がなかったので分、うん、かんないですけどなんか出なさそうな感じが若干するのかなってちょっと思ってます。<笑><笑><笑>でただでただ個人的には従来のモデルと持ち比べた感じでは結構持ちやすくなってるので、うんうん、本当はな,なんか今回のモデルは出してほしいなって気はします。ね、前の6日は少し今度 ボディが5.5で少しちっちゃくなったのでちょっと持ちやすくなっているのでまたちょっと微妙かなって感じですかねそうかて続いらね。ZTE はグランド x ックスプラスというのとスター2、からこの2機種スマートフォン出てきます片方は6インチのディスプレイに13メガのカメラを搭載で言いながらなんと200ドルだから約3万円しない2万5000円ぐらいに売れますという非常にリーズナブル。でも 画面はでか,いみたいでかいし、カメラもしっかりしていると。そうです。もう一個のスター二っていうのは、えっと、これは音声コントロール、うん、な、あの、まあ。 えができる機種で、まあ割と音声コントロール、まあ Google の音声コントロールは使えるものもあるんです。はい、それとは別個にえっと自前で実装していて、今のこところ残念ながら中国語と英語のみなんですけども、うん、まあこういうものでまあちょっと新しい、えー、中の機能で頑張ってるモデルも出てきました。うん、ZT はもう一個あって、Android のプロジェクターを実は作ってます。それはこれぐらいの箱なんだけども、はい、この上にディスプレイも載ってて、こっち側にプロジェクターの光が出るところがあって、<ー>まあどこでもそのプロジェクターとして使えて、うん、例えばスマートフォンと同じ使い 使い方ができるんで、その中に入っている。例えば。 コンテンツとかをそのプロジェクターに移して、まあ、映画見たりとかいろいろ使えるみたいな感じで,うん、うん、で前は、えっと、前,前でしたモデルは、えっと、通信モジュールがなかったんだけど今回の LT 多応なのでモバイルプレゼンじゃないけどもいろんなとこ持ってて使ったりとか、まあ、どこでも電波が届くところであればいろいろ楽しむことができますというのが出てきます、うんはい、それから続いてちょっと話は飛んでエ s スス<ー> <US> はいエーススは,いはえっと、今回ゼンフォン2っていうのとえれ、うん、からゼンフォンズームという機種を2機種発表しました、うん、2の方は たぶん一応世界初らしいんですけどラムが4ギガというかなりハイエンドのモデルで割としっかり勝負挑んできたなって感じのモデルです。エース数になれば n ンフ n e 5が出てるんでは出そうかなこれはですね何にも決まった何もアナウンス出てないんですがただ n f フォン2の対応しているバンドをいくつか見てみると。 えとドコモが使ってる、まあ、ドコモぐらいしか使わないっていうのは変だけど割と世界的に見てもドコモが主に使ってる周波数帯をサポートしてますと書いてあるので、はい、もしかすると。 ドコモで出るのか、うん、まあドコモと取引がない場合は、もしかすると、えっと M V N O がドコモのネットワーク使うので、そこで出てくるかなって気がします。もう一つのそのゼフォンズームの方は、えっとこれはあの光学3倍のズームを搭載したまあカメラ重視のモデルということで、カメラモジュールは日本のホヤーというところが作ったものです。うんうん、次も同じようにやっぱカメラにちょっと変わったのでしたのは、ファーウェイのえっとオナーシックスプラスというのが出ています。はい、出てきましたがもうすでにこれは発表済みのモデルが初めてえ大きい展示会で出ましたということで、800万画素 デュアルカメラが搭載されていて、これはあのピントを後で調整できる。例えばこう奥行きのある写真の時に、手前写真を撮った後に手前にピントを合わせたりとか、やっぱ奥にある人に。 例えば人物がいて風景だったら風景の本にピンと合わせたりとか人物画にピンと合わせたりとか後で調整、うん。後でできるんですね。うん、結構最近そういう機能を搭載しているものが増えてきているのでうん、うん、まあこれもちゃんとキャッチアップしてえまあ出してきたなという感じだと思います。はい、うん。はい。はい、という以上の感じですか。以上です。はい。<laughs> <す>エクスペリアとかはないんですか。ないです。いな,ないです。ね、去年はあったので、でエクスペリアは新しいのは。 そうか今年はない理由は、えっとえー、これはあのそうですね、えっと、ない理由に関してはですね、えー、僕らも平井社長ですね、はい、CEO のグループインタビューで話が出たんですけども。えー 要するにエクスペリアはえっと日本でもうまあ発売されたじゃないですか、うん、Z3 が今売ってますとで実はアメリカのベライゾンでもつい最近発売になったばっかりなんです。Z3 がねそのタイミングで「さあコンシューマーエレクトロニクスショーです今度は Z4 です」って言ったら貼り倒されるんでやらないですってことです。<laughs> やっぱりソニーはソニーモバイルはここのとことハイエンドのモデルをあまりにもやつぎばいに出しちゃったので要するに、うん、1> Z、Z1、Z2、z 2と、うん、出しちゃったので業績一とあれっていう状態になっているので、うん、ちょっと多分ラインナップの見直しをするんだろうと。 うん、いうふうに僕は読んでます。だから、少しえっと、まあ、もうちょっと、ぜっとまあ、次の M. W. 新聞に何が出るかわかんないですけども。はい、とりあえずは、えっと、今回は北米向けは、ちょっと一段落という格好になります。なるほど。はい、なんとなく,く、少ないような気が。物種も、これで全てですから、もう今回は、こう、思い出おしまいですからはい、以上、終了。はい、<laughs> ワンブロック目です。<laughs> さて、えー、続いてはですねスマートフォン以外の気になる部分を進めていきたいと思いますけれども今回は日本に関するスマートフォン少なかったようですが他の製品はどううでしょうか、あのーまあ、スマートフォンはあまりその、まあ、エクスペリアじゃないとかギャラクシーもしいいか、えー、物足りないしゃあないんですが、はい、去年同様ですねウェアラブル腕、うん、につけるとか、はいまあ、いろいなその類とかうん、うん、いわゆる IoT っていわれるものが、うんまあ、割と 製品がありまたくさんできました。ただこれはもうあまりにも商品が多すぎてですね、うん、もうありとあらゆるものがあります。はい、でなのでそのジャンルそのものに興味があれば、うん、まあ,ありかなって気はするけれども、うんえー、興味がなければ全然そこにまあ 話題がいいかかななう感じはするけど例えば要するにどういうことかっていうとランニングする人にとってはかウェアラブルは何キロで走ってますとかどれだけ走ってますか分からないけどランニングしない人にとっては何も意味がないのでそこはちょっとどうなのってところがありこれは結構捉え方が違いま今回は本当にいろんな商品があって日本のベンチャーさんって言っていいのかなど日本企業がやってたもので例えばスノーボード。 にセンサーをつけて、えーまあ、コースを走った後にどういうふうにその力がかかったとかそういうのログが取れるとか<ー>フランスのメーカーさんで、まあ、僕が使ってヘッドホンなんかでも出してるあのパロットっていう会社なんですけどそこはなんか鉢植えに挿しておいて鉢植えの,そのどれぐらいそのにな温度がどれぐらいだったとか,とか <laughs> <ー>水がどうなってるかそういうの測れたりとかガーデン、ねはい、あとこれは p c オチで矢作さんっていうライターさんがちょっと紹介したけど、はい、例えばあのバーベキュー のガスボンベのそこはこガスの残量を監視しておいてあと何時間ぐらい調理できるかとかいうのが分かるとか,とかですねあともう変わったのはまあプールに浮かべておいて今気温がどうなのかとか紫外線がどうなのかというのがモニターでまあスマートフォンとかモニターで分かると。 これ全部あげていただいたただし<れ>プールに浮かべてがいいなプールとバーベキューは確かにアメリカは重要があると思うんだけど果たして日本でどれだけプールのある家があるのかわからないとあ,あ,、ね、あと庭でバーベキューをして多分なんか。 都市部だと本当に怒られろうか。っていうのもあったりしてだから結構種類は豊富なんだけれども環境とか条件に合えばまあ興味を持ってるでも環境条件に合わなければいや俺バーベキューのセンサーもらっても俺バーベキューするスペースうちにはないしとかいう世うなんだからそういうことだと思いますち ピンととこないいいでもうちょっ教えてたただきす IoT インターネット・オブ・シングス要するにもののインターネットですもののインターネットはい今までは電話とかそういうのいろんなものをインターネット経由もしくはいろんな機器をつないで相互に情報やり取りしてまあより便利にしましょうそれは対象は車もあったりとかテレビもそうだろうし例えば普段みんなが使っている持ち物もそうだろうしまあ例えば最近でも IoT らしい商品だとあの 歯ブラシにセンサーつけといて歯磨きをしてそのログがちゃんとスマートフォンで見れるとか,とかあったりして、まあ、ああいうのも IoT の一環だと思うんですが。ああそういう意 はい、いろんな使い方があるんだけど、はい、今はなんか1対1っていう感じのものが多いんですが、うんえっと、ちょっと変わった話がこれクアルコムのデモブースがいくつか出てて、はい、デモでやったものがあってその中がちょっと面白いのがあったら一つご紹介すると,、はい、えっとこれはクアルコムがですねあのオールシーンっていうです、ねえっと、技術の協、えっとまあ、会とかオールシーン・アライアンスっていうんですけど協会を に参加をしていていそこには、まあ、例えばシャープとかいろんなそのメーカーさんが参加してるの、ね、でそのメーカーさん参加してるメーカーさんどうしていろいろやり取りをしてオールシーンっていう企画をやっていきましょうってう、はい、これは何をしてるのかっていうとそ,のそれぞれのいろんな機器を相互に情報をやり取りしてちゃんとつながるようにしましょうっていうのをまあ話し合ってると、うん、シャープとか LG とかいろんなメーカーさんが参加してるんだけど、うん、この中のこれを使ったその、まあ、オールシーンの技術をまあ ちょっといろいろ分かってもらうために IoT の話をまあ彼らはデモをしてたんですが僕は例えばえなんか病気してますとで病気してるんだけどえっとお医者さんからこうまあ例えばピルケース IoT 多用のピルケース通信できるとでこれはまあ w i f i なのか Bluetooth なのか LT なのかそれはまあ何でもありなんですけども毎日1日1回ちゃんと薬をまなきゃだめですという話です めんどくせえよ俺飲まねえわ、うん、って言って薬飲まないでビールとか飲んだりするとですねテレビの画面にですね、うん、お前ちゃんと薬飲めよって表示が出るんですよ <laughs> へー実は何かっつうと、はい、このピルケースがこいつ飲んでないっていうことをちゃんとそのお医者さんの方に お医者さんの方からお医者さんが管理しているセンターからちゃんとやり取りをしていて監視していない場合はその人のいる場所にいるモニターに「お前ちゃんとせえや」って出てくるとふざけねば俺に冗談じゃねえ女医者なににいにる,るかよ、まあ、またビール飲んだりするとうん、うん、次は何が起きるか、うん、この例えば今こう明るいじゃないですか、はい、テレビに表示が出る上に家の中の電気がビカ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 するわけです、えー、わかりましたすいません飲みますって開けて飲むと。 そでそしたらちゃんと飲みましたねって出てくるっていうですね<ー>っていうようなことなんです、はい、要するにだから一個の機械じゃなくて,て今の話だとピルケースもテレビも電灯もつながっているものおそらくこの近くは Wi-Fi とか Bluetooth なんだろうけども、はい、例えばそのお医者さんの管理しているセンターとは多分インターネットの回線を経由してブロードバンドかもしれないって、うん、で,で、まあそのいろんなレイヤーのものを使ってまあ相互にやり取りしましょうそうするとこんなことができますよって一、ね、つの表現ですから他<ー>にもいろんなものがあるんですよではい、はい、そういうのをまあちょっと デモで見ててましたまさに連携プレーができているということですね IoT ねそしてウェアラブルこれもどうでしょうまあ流行ってますけど今年もまたそうですねさっきもお話したようにやっぱりランナーとかそういう特定用途向けっつうのははやると思うんですがただそれはランナーにとっては非常に便利だと思いますけども例えばスマートフォンとウェアラブルで決定的に違うのはスマートフォンってみんなが持つじゃないですか。ある人は何 地図を見るしある人はホームページを見るし、うん、ある人はメールをするんだけどもウェアラブルって割と基本的に機能 1, 1個かプラスアルファぐらいなの、ね、で,、ねうん、で例えば走らない人にとってはラランニンニグのウェアラブル端末はあんまり意味がないんですよね、うん、だからそこら辺がちゃんとこうできるかどうかっいうのがやっぱりジャンルをちゃんと分かってその ちゃんとしたジャンルの人にもうストロその商品が訴求できるかがやっぱポイントなのでここら辺がメーカーさんがどこまで分かっているのかなっていう気が若干します。出すのはいいんだけどもどうなのかなと一つで全てをカバーできるウェルブって多分ないので結構厳しいでしょうと。でもう一つはウェルブで特に腕につけるものに関してはもう皆さんこの1年間その 携帯推しとかでいろいろ見てて多分お分かりだと思うんですけどもまあ言うてしまうとウェアラブル端末を作ってるメーカーさんのウェアラブルな商品って腕時計に比べるとですね格段に耐久性が悪いわけです。 それは,それはそう私も思いいまます悩ましいところ、うん、だやっぱり有名な、ね、ウェアラブタウンスで、まあ、ウェアラブの,その例えば歩数を測れるとか腕につけたいんだけどそれはダメだろうって話で、ねうん、じゃあ一方じゃあそれ以外に何か手はないのかって話なんですけどちょっと面白いなと思ったのは、うんはい、じゃあそういう単機能ではないけれどもちょっと違うアレンジの方法としてもともと腕時計を作ってるカシオさん。うんうん 磁石は前ブルートゥースローエナジーでスマートフォンとつながる話したりですどあれ結構実は進化を遂げていていろいろやり取りができますとらには磁石の腕時計の設定っとボタンを押したりしてちょっと分かりにくいじゃないですか。なのでスマートフォンのアプリから設定をできるようにしたりとかあと例えば新しい磁石のやつで例えば音楽プレイにちょっと特化をしていて音楽プレイ要するに音楽プレイ例えば iPhone とかはポケットとかカバンの中に入ってたけどここで。 できるここで操作ができちゃう横にこうリューズみたいなでかいのと、これピッてやるとそうすると次の曲とかいうのができると。 操作ができるっていうのがあって、これもまあ面白いあの商品だったので,で。それになると日常生活に特化してか割とこれは皆さんが持てるなんで、ね、と思いますね。特にこの一三月新入学、うん、新社会人シーズンで、うん、自分の何その何甥っ子姪っとか子供とかがなんか、うん、じゃあっていうんだったらそういうのプレゼントするはありまかちょっとこれねなんかちょっとちょっちょっとゆきちゃんにもお見せしたいんでこれちょっとなんとかあの今カシオさんにお願いしてですね。ええ 日本で、もし出る出てる、もし日本のものあるだったら、ちょっと借りてきて、ちょっとお見せしたいなと思います。またちょっといずれ。お願いします。もう一つですね、えっと、ちょっと今回、お話しする中で、多分これが最も大事な話なんですが。これ原稿にもちょこっと、携帯しの原稿にも書いたんですが、えっと、今回、えっと。個人的に、一番注目した話、テレビです。ああ、テレビに行きましたか。携帯使用税なんですけど、テレビですか。そうですよ。ここ注目。これから、これからテレビです。なんで、なんでですか。これからは。 テレビしようぜじゃないな<う>か <laughs>、はいはじゃあそこをちょっとと詳ししくお伝えしたいと思い思ます、はい、なんでそのテレビなのかつてした話なんですけどこれ実は、えっとうん、今回発表されたその各社例えば、まあ、メジャーどころ、まあ、シャープとかソニーとかねいろんな各社のテレビの中でモバイルのプラットフォーム要するにスマートフォンで採用されているプラットフォームを、うん、まあ 生かした、うんえー、テレビが実は相次いで発表されましたうちは何々を採用しますて具体的に何やってるかっついうと LG さんは、えっと、WebOS っていうですねこれ、うんまあ、WebOS っていってもなかなか分かんないんですが、うん、昔あの、まあ、それこそ Android よりも前の時代なんですけど今から十数年前に昔ですね小さい PDA 型の PARM っていうですねこう手書きで入力する PARM っていう PDA があったんですけど、うん、その会社が作った PARM の,の WebOS っていう、うん、まあちょっと PDL をもう少し高機能な OS を実は作ったんですがこれが実は会社がいろんなところに買収されて流れ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 て最終的に直前まで HP が持っていてそれを確か去年のことでしたかに LG が買い取ったんですけどでこの OS を実はテレビに載っけているこれをベースにしたものを載っけている今回は WebOS2.0 って載っけてるんですけどまあえそれううを載せてますとでシャープアンドロイド TV 搭載まあ今回は2機種のみでしたソニー,えー同じくアンドロイド TV 搭載 これなんと2015年モデルからは全面展開です今年かかららはねパナソニック FirefoxOS。こまは au からねたまに出ましたけど FirefoxOS、はい、搭載、はいえー。そしてサムスタイゼン大の,にあの要するに第3の OS で、えー、Android で迷う必要もない OS として Firefox なのか大ンなのかっていろいろ争った。 あの大まあ、最終的にどこもから製品が出なくなっちゃったんだけど、はい、あれがなんと今回テレビに乗るすごいですね結構聞いてるともうじゃあ揃いも揃ってテレビにスマートフォンの OS を搭載っていう、うん、これが割となんかズラズラズラと来てるイメージ、まあ、厳現物のねスマートフォンの OS っていうよりはスマートフォンの OS の派生版になってくるんだけどもーベースにはしてるので、まあ、基本的な部分は似てるんですけどこれなんでですかって思うでしょ。いい、うんね、いろいろ難しい話あるんですけど、うん、まず一つ 根本的に皆さん、まあ、日本とアメリカもしくはヨーロッパもそうなんだけど、まあ、ちょっと日本が特殊なんですが、うんえっと、ちょっと違うのはアメリカって番組の制作例えばまあこういう我々が番組を制作してますとこれはテレビっていうよりはまあちょっとあれなんですけども、まあ、動画の番組ですと、うん、制作しているところとそれから配信している会社が別々ですでさらにそこにケーブルテレビっていうものも存在しますなのででそこににさらももう一つはフール、まあ、日本でもあの、うん ねサービス提供してますけど、はい、今日テレの傘下になっちゃいましたけどもえそれからネットフリックスっていうえとアメリカでもやっぱり同じようなえ映像配信のサービスがあるんですがいわゆるビデオオンデマンドの一つなんですけどもさらにえっとユキちゃんもそうだろうしまあ皆さん読者の視聴者の皆さんもそうだろうけども例えば Google プレイとかまあアップルの iTunes とかアマゾンも実はアメリカで動画やすいです。の ね、購入したりとかかレンタルのサービスをやってるじゃないですかでもちろん日本でいえばドコモも、A A、au もソフトバンクも自前で動画のサービスをやってますということなので実はアメリカの場合はすごいチャンネル数がものすげえ多いしいろんなサービスが提供されてると、うんでね、でこれをなんとかしてその既存のテレビで使おうとすると結局なんか専用の,こんなあのいわゆるセットトップボックスというかケブロモデルみたいなのを用意して設置してつな、うんね、いでテレビにつないでテレビのその テレビのリモコンに置くとこのケーブルモデルのリモコンでなんか操作したりするパターンじゃないですか。たくさんその番組はあるから例えばなでしょう例えば何がいいかなミッションインポッシブルが見たいと思ったら、うん、ミッションインポッシブルって言って検索するとまあ昔の大昔のテレビシリーズもあればトムクルーズの映画もあって、うん、それがばーっと出てくる。はい、今日見れなくても明日見れるじゃんみたいなぐらいたくさんあるという状況ですね。こういうのを検索するのにどうやって使いますかっていうのが一つ課題としてあります。はい、そうか。 でやっぱりりスマートフォン的な方が楽だろうっていういのがありますそれからもう一つコンテンツそうやって出てくるコンテンツってまあこれからまあ今はみんなエッジでフルエッジでなって次は 4K だって、はい、日本では 4K のやりますよって試験放送って言ってるんだけど実はこの 4K ってデータがめちゃめちちゃゃででかいんですよんだから放送波でえっと送るにはほまあ携帯電話の電波と同じで要するに放送波の時もちっちゃいデータを送るんだったらまあ狭いだけでいんだけどでかいデータを送るんでやっぱり中発の待機結構必要なんですよ。 4K で何チャンネルも何十チャンネルもあったらたものすごい周波数が必要になっちゃうんですよ。それは大変ですとでさらにえまあそれまあ日本ではちなみに試験放送は今回 4K に関して言うと衛星のみなんですよ。 そうするといろんな今まであったよその多チャンネル放送を、うん、じゃ 4K でやりましたらどとともじゃないけどできません。うん、でどうするかと、はいうはストリーミングしかないわけです今のいわゆるインターネットの YouTube とかいろんなアイのストリーミングしかないです、はい、がベストですベストというか、まあ、ベターでしょう、うん、一応数十メガの回線速度が必要になるんだけども、えーえー、まあ光5ーとかケーブルのちょっと速さだったらなんとかなりますということになってくると。 で 4K のコンテンツさっき言ったようにデータ量でかいです。はい、でもパソコンで例えば皆さんがいろんなデータを使うときにヘボいパソコンで動画を見るとカクカクじゃないですか。<laughs> つまり 4K になってでかいデータを送ってくるんで、うん、受ける側もそれなりのパワーがないと無理なんですよです、ねうん。はい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 。ねうん、まあパソコン並みとは言わないけど少なくとも今の皆さんが僕ら僕らも普通に家で使ってるテレビの CPU パワーではとてもじゃないけど。 つかない場合があるんですよコンピューターの,のスマートフォンのパワーが必要になります。と、はい、いうことはもしかしてこういうのに乗ってるプロセッサー CPU 乗っけた方がいいんじゃないのっていう話になりそ,それを今まで今言ってきたようなそのたくさんのコンテンツ検索したりとかなんとかかんとかっていう話をやろうとするのに、うん、簡単な方法は何、うん、っていうと。ーーここででやっったらいいいいんじゃななて,っていう話になるので これの安いバージョンぐらいの相当ものをテレビの中にボンと入れちゃいましょうっていうのが今回の AndroidTV が乗り WebOS が乗り FirefoxOS が乗り Taisen、うん、が乗りっていう話に結びつくんです。だからこれによって割と いいろんんななことが変わっていくのかそうなんですで実は日本はちょっとそのキー局っていうね東京在京のキー局は非常に強いので言ってしまうと作ってる人も流してる人も同じなので非常に構造的にまあ閉鎖的なのでなかなか難しいんで閉鎖的っていう <laughs> この,こここの、ね、放送波乗っけてないですか別に関係ないんで何でも言いますけど、はい、はっきり言って非常に閉鎖的なので <laughs> ユーザーの好みに合わせた視聴スタイルってなかなかできないと。 テレビつまんねえよとか思うことよくあるでしょ <laughs> みんなね。ようす実際そうなんですけど、はい、でこれな何が起きるかいうと要するにユーザー好みのチャンネルと構成とか画面もできる例えば検索したいとかいろいろ例えば今別に毎朝テレビニュース見なきゃいけないわけでもないし、うん、なんかいろんなやり方がありますと、はい、いうことで、まあ、今のスマートフォン的な使い方もきっとできるだろうというふうになるんでこれはもしかするといわゆるスマートテレビが本当にいきそうなのは今回のこれじゃねえのっていう気が僕はしてます。今今までのスマートテレビもあっったんだけど、はい、今回やっぱり OS が プラットフォームができることで、結構いろんなところに参入しやすくなると。んスマートフォンにも提供しているタブレットにも提供しているスマートテレビにも提供している時代がもしかしたら来るかもしれないし、うん、これって実はまあこの今から何年、五年六年ぐらい経ちますけども。はいはい この番組の途中からまあガーッと内容はスマートフォンに変わりましたけど皆さん携帯電話からスマートフォンに変わりましたねもしかするとテレビの世界も同じことが起きるかもしれないそうかもね電源を入れたら必ず何ちゃんさっきまで見てた何チャンネルが映るっていうテレビいわゆる組み込み型の決まった機能しか使えないテレビの時代は今僕らもそれを使ってんだけどもしかするとあと何年か経つとスマートテレビが主流になってくれば電源を入れたらホーム画面が出てきて 何チャンネルっていうもしくはチャンネルじゃなくて何々を見に行くもしかしたらそこでホーム画面を開いて携帯使用税になるかもしれない。そそううですよねということになるかもしれないのではい、はい、この実は。 携帯からスマートフォンに置き換わったようにテレビが普通のテレビからスマートテレビに置き換わるのは今回がもしかしたら大きなターニングポイントじゃないか。かね、ただし、うん、ただし、うん、日本はさっきも言ったようにあまりにも閉鎖的なのでできないかもしれない。<laughs> 皆さん声を上げて <laughs> <ん>世の中を変えていきましょうと。はい、だから<い>ねよくよく,よく僕は僕はあまり好きな言葉じゃないんだけど、うん、ガラパゴス系だねガラケー。うん スマホっていしますけどこれからですねスマテレスマテレからガラテレガラテレ本当テレガラテレガラテレガラテレ駆逐しましょうみんなで本当に価格はちょっと高くなったりするあんまり変わんないです変わないです少し高いですけど少し高いですただやっぱり作る側の観点の話をするとこれ中の人もいろいろ聞いたんですけど OS を作ったりとか CPU を作ったりするいろんな会社さんとのお付き合いがあるので例えばアンドロイ d TV あるっていったらグーグルとお付き合いしなきゃいけないしファイアフォさんもジラファンデーションとお話しなきゃいけないんでそう どういうところとどうやってお付き合いをしていきますかっていうのに慣れてる会社さんじゃないと多分無理、うん、ああなるほど最初、はい、かそっか、ね、そうすると何かメーカーさんわかってくる<初>今のメーカーさんというのはまだ今名前があったら <laughs> その何シャープとかソニーとか、ねうんうん、LG さんとか、うん、サムスンさんとかパンサー1さんとこ、うん、はもうやっぱりそういうのに慣れてきたメーカーさよっていうことにな,るん、ね、うなんですねつながっていきますね、はい、なるほど。なんでえー スマテレ、スマテレ使用税にしたい。あのう、まだ、はい。そのち考えたいと思います。はい、期待でございます。はい、さあ、えー、インターナショナル C. E. S. お届けしておりますけれども。はい、スマホ。スマテレ。来ました。はい、<laughs> はい。ということで、三ブロック目は面白いことなかったかなという割と、まあ、プライベート的なことも含め。<は>どんな旅でしたかという。いや。 まあ、あのいや仕事してましたよみたいな <laughs> そういう話じゃないな、まあ、アメリカなんでね毎年行ってるんで、ええ、もう大体やることは毎回決まってるんですが、はい、もちろんね展示会もいろいろ面白いことあったんで、うん、ぜひ皆さんもですねあのこの後携帯ウォッチの、まま、もそうだし、はいえー、AV とか PC とかあと最近話題なカーですね車,車系もあるので、ま、カあーウォッチとかも見ていただいて。うん ぜひチェックしていただくといいんですけども、はい、ちょっと違うネタを少しね、うん、買い物の話をしようかな、ええ、買い物例によっいろいろまあ毎回いろいろ買ってくるんですけど今回ちょっとネタになるものをもう買い物3つほどぜひぜひ 1>,、はい、1個目です、はいえー、ちっちゃいですアップルシムこれあのー、まあまあシムですはいこれは何かっていうと、えーまあ、iPadAIR2 とか iPad ミニ3にさすと オンンラインサイアップ要するに向こうで iPad を買うとオンラインサイアップできますよって話は前にもあのご紹介したと思うんですけどもオンラインサイアップ形式でえ登録できるんですが今までは買う時に何々用の SIM が入ってるモデルを買うという形をしてました、うん、ところが今回はこの AppleSIM はいわゆるホワイト SIM とかプログラマブル SIM みたいな言い方をするんですがどの、えー、キャリアさんでもいけます。へー でアメリカの場合はこのアップル SIM のサービスに対応しているのがスプリント、T、モバイルの3社この SIM を mini 僕は今回ドコモ版の iPadmini3 を持ってたんですが、はい、日本で売ってる iPadmini3Air2 は海外キャリアは SIM フリーなので。うんうん だから日本はだめですよどこまで買ったやつをソフトバークさせてもそれは動かないですけども、うんうん、アメリカに持ってって AT&T に SIM を指すとかスプリントに指せば別に動くので、うんはい、動くんだけど SIM を買うには SIM を売ってるいいいにテ、ね、店舗に行かなきゃいけないゃいけど、ねね、これだったらこれ1枚あればもうその場で指せばオンラインサイアップでできる,のでできるあじゃあ店舗に行く必要がないない。画面が出てきて、えー、どれ選びますかと AT&T ですかスプリントですかっていうのか選んで、うん、はいこれっつって選んで。 えー、できます今回はちなみに T モバイルにサインアップして使いました、はい、ちょっと安いプランがあったのでそれにしましたけども、えー、ただちょっと一つだけトラップがあるのは,は T モバイルとかスプリントをその場合この AppleSIMAppleSIM 本来はサインアップして使い終わったら違うところにまた同じ SIM のまま違うキャリアさんと契約できるのが本来の AppleSIM のメリットなので AT、T、だけ使いやす ダメなことしちゃってるんですけども<ー>、えーまあ、こういうものがありましてこれちなみにアップルスターで5ドルで買いました。はい アメリカにもし皆さん行くチャンスがあってアメリカで iPad とかを使う可能性がある人はえこれをぜひアプルスタッで入手して頂い,いてそのあとサインアップして頂ければできますがちょっと一部日本のクレジットカードが通らない場合もあるのでそこら辺はまあできればちょっとクレジットカード2枚ぐらいご用意して頂い,いてえどちらかでサインアップして頂けるといいのかなというこでこういうものも手に入りますのでぜひアメリカに行かれる方はチェックしてみてくださいということが1つ目 2>,、はい 1> はい、2つ目これなんか日本でも見たことあるんですけど。 はいはいこれはアクオスクリスタルじゃないねこれこれは向こうで買ったんですかこんな風にへ向こうバージョンのアクオスクリスタル買ってみましたスプリント版ですこんなパッケージですはいスプリント版ですはいじゃあちなみにアクオスクリスタルじゃあ日本でも売ってるよねってことでまあじゃあ日本のホーム画面これはいアメリカ版ねこんな感じなのでまあホーム画面ちょっと違いますけど 同じですこっちスプリント版こっち日本版ですソフトバンク版というか外見も全く同じ唯一違うのはちょっとこのお尻のところにちょこっとだけこのロゴンは少しああえと黒い方は少しシャープって書いてるこっち側はないんですとちなみに、えー、と本体は149.99ドルプリペイド、まあ、これはプリペイドなんで、はい、えと一番安いのは35ドルで1か月に1ギガまで使えると。 まだ日本のプランから考えてだいぶ高いんですけども、うん、まあでもアメリカ国内の、えっと、<laughs> 通話に関してはフラット、はい、でなおかつ SMS も送り放題ということなので話の単に買ってましたよというのは正しいところなのでまあだから2万円弱ぐらいで買えます。なんですけど、うん、えこれでアクオスクリスタル日本のとほぼ同じものなんですが、はい、なんと困ったことにですね えー、日本語がこれちょっと無理やり日本語を一部出るようにしたんですけど結構日本語出ません海外の端末は一部日本語対応しているものは、はい、日本語を選べば日本語出ちゃうことがあるんだけどもこれあまり出ないです。 基本的にはほぼ英語版なので、ですまたアメリカに行くチャンスがあったらまた使ってみようと思います。あとちょっと変わったものでと、日本未発売なんですけど、ウェアラブル端末で、うんえっと、これもちょっとあの売ってるのをぱっと貸したんですけど、はい、マイクロソフトバンドっていうのがありますね、これはマイクロソフトが実は、えっと、同じような活動量とか歩数とか測れるような、うんえー、マイクロソフトバンドという商品を出してます。これ日本で売っ てませんが、199ドルです。199ドルです。はい、199.99ドルでした。んこんな感じの外見です。うすこういう感じの外見です。で,すねはい、で、まあ充電はこの辺の端子にバカッとつけてるんですよで、ここら辺に心拍数計がついてたりとかするんですが、うん、残念ながらあのー、ね、えっ、ー、と技術適合認定には対応していない上、なおつく日本語も表示できないので、日本では一応使っちゃダメだし、<laughs> 使っても意味ないじゃんみたいな感じなんですけど。まあこれアメリカで CS の時に測って。<laughs> 測測りままししたたってどれだけののもでいすホテルでの睡眠状態などは何時間寝ましたとかどれぐらい深かったとかこれはの他のウェブでも見れるんですけどこういうのもありましたこれものうちなみにアメリカはマイクロソフトストアっていうのがやっぱりあるのでアップルストアみたいなお店があるのでそこ行くとこれデモ機も置いてあるのでもしアメリカ行くチャンスがあればぜひ見ていただけると いいのかなと、ね。そして私たちはチョコレートいただきます。はい、あの、<laughs> はい、まあね、アメリカ行ったら、まあ、あの、ちなみに。展示会の中でも、ちょ、その、ちょっと変わったのがあったんで、これも、あの、ブルートゥースなんで、本当は日本で使っちゃいけないんだけど。うん、こんなのもあります。お、何かっつうと、まあ、タイ、タイポツーって。はい iPhone につけると下側にこのいわゆるブラックビデオみたいなキーボードがあるのでキーボードでガー入力ができますしできる、はい、ちゃんとあのホームキーとかも使えるし普通に使えるそうなのでえーなんかこれのテレビ CM もえっとアメリカにユやっててこれを使ってるとエグゼクティブになっていつかは社長になれるみたいなよく分かんない CM でしたけどまあそんなものあったりして逆に言うとそういうものが商品そういう商品が CM とかに流れるぐらいや やっぱり身近な状態なので、うん、じゃあ日本の周辺機器がそこまでできているかってなかなかそうも言ってないので、まあちょっと頑張ってくださいみたいな感じですが、そうです、ねえー、お買い物も結構そこそこ楽しい。でもまあちょっとリスクがあるので皆さん気をつけてねみたいな感じだと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。さあ、えー、今回はニュース行ってきました2015インターナショナル CES 特集でお届けしましたけれども、はい、最後の最後で気になったものとしたら個人的には一つ。 うんスマテレあじゃあないか <laughs> スマテレの話は多分日本は結構いろいろ揉めそうなんであんまりあれですけども個人的にちょっと気にしてることは、はいえっと、この前も番組でちょっとご紹介しました、えー、パナソニックのルミックスの,の CM1 アメリカでもついに発売することになりましたそうですかヨーロッパアメリカと来たので、はい、来るかなああ本当 かなとちょっと僕は個人的には期待してますちなみにアメリカでは展示会ではもうそのアメリカパナソニックのブースの中でもまあそれ本当にすんげえ人気だなと思ったんですけど割とこうまあ通りがかるりがる人が見たり「おーおお」とか言いながらこう触ってたんでやっぱり人気あるなと思っててなのでえっとまあブースの方にも聞いたんですけど日本のことに関してもかなりいろいろ問い合わせを受けるんでまあ一生懸命今,今検討してますということだそうなのでまあ出るかどうかは分からないけどまあ皆さんのプッシュがあれば何らかのアナウンスがあるんではない ちょっと今年いいニュースじゃないですか期待ですね。まあでもないとダメですよ。皆さんみんなが抑さないとダメです。出してって言わないといけ見てみたいですね。ぜひ。はい日本での発売を待ちます。何が一番美味しかったですか？美味しいおいしい。仕事三昧でしたか？美味しいわねビールは美味しかった。でも元気に帰ってきていただいてよかったです。はい。はい。たくさん歩いたんで少し体重が落ちましたんでこの調子で落としたいと思います。よろしくお願いします。